ゲームの方は9対0タイガースがリード。今度は7回の裏巨人の打ちに入りますが、場内には Take me out the ball game、まあ、野球場に連れて行ってというこの音楽がメジャーリーグの場合はもうどの球場でも流れますよね。そうですね。でプロの技を見せてほしい、この本当心を酔わせるようなプレーを見たいということなんですが、まだ巨人にはそれが出ていません。やはりこれ今シーズンもね、カージル当然対戦しますよね、やはりそういった気持ちでやはり1点でも取るということが大事ですね。ここまで75球できました。もう理想的な球数です。序盤2回に6点、そして5回には2点、6回に1点を取りましたタイガース。巨人が6回までスコアボードゼロ更新で2番の清水から、巨人のヒットは清水そして高橋、この2人です。ラッキーセブンの攻撃、反撃ムードをどうやって作っていくかジャイアンツ。川尻攻略法っていうのは当然ジャイアンツのベンチも分かってるんですけどね、やはりセンター中心に打たなきゃいかんっていうのはもう当然そのコーチも指示してるはずなんですけどね、どうしてもねこういう展開になりますとね、気持ちがふっとこうその逃げると言いますかね、それが引っ張りに入るんですね。それと川尻の球速ですよね、やはりストレートボールにスピードがないですから、はい、その見えるんですよ意外に。そうですそうです。ですから強引にね振りたくなるんですよ。これが川尻のピッチングなんですよね。そうなんですよ、持ち味のもう一番それが武器になってるんですよね。でタイミングを外されてしまうということでしょうかね、はい。放送席、はい、吉田さん。ですから各バッターの言葉としてはね、一言ボールがなかなか来ないんだよねとこの声がほとんどだそうですね。ですよね。91キロのこのチェンジアップ、まあ、ナックルのようなボールですね。これが本当に目先を変えてきます。これは1点差を争うゲームですとね、はい、打者もすごく集中を持ってボールを見るんですよね。そうしますとセンター中心に行くんですね。一、二塁間飛びついてカージリー入った、ベースカバー、ナイスカバー。いやー、ベースカバーに入るタイミングも非常に早い川尻です。ジョンソンが飛びついていいプレーです。得点差がなければね、はい、チェンジアップもね、高めになかなか放れないんですよ、そうですね、やっぱり一発ということを考えますので、ね、投球の幅はやっぱり縮まってくるんですよ、まあ、得点差がなせる技と言ってもいいでしょうね。ですから川尻は130キロ台のストレートってほとんど投げてますよね、はい。この松井に対しても今日も外外外ですよね。ただ松井先ほどねボンダーしてますけど、サードゴロの内容良かったですからね。初球を打ちました、センター前に抜けない、回り込んだ田中一塁を打つ、そう出た。キャッチャーの矢野がカバーしていました。記録はエラーと出ました。今日プロ入り初ヒットを放っている田中。俊足を生かして回り込んだんですが、一塁への送球、これがそれました。ワンアウトランナー一塁、4番の清原、5番の高橋と続きます。この清原の打席がやはり一番いい例なんですよね。清原すごくやはりインサイドっていうのを意識してると思うんですよ。そうでしょうね、開幕してね、それが外外にこう逃げてますよね。昨日もスライダーがやられてましたから ね、 そういうこと自分では意識があるから、あ、これレフトへ上がった、大きい、フェアか、ファールか、ファール。今のはすごくこう腰が入ったバッティングですよね。
ただこれでも早いんですかね、ボールがまだなかなか来てないんでしょうか ね、 ねあの清原 の、 打つあの気持ちがやはり早めに開き加減ですよね。でも開幕戦 一番いいスイングしましたね今ね。そうですね、この後おそらく外のスライダーが多くなると思いますね。清原の中で早く1本のヒットをね、結果を出したいという気持ちになってくれればいいんですよ。そうですよね、彼の中では本当にスタンドにしか意識はいってませんもんね、スイングそのものがね。やはり気持ちの中焦りっていうのが出てきますしね、どうしてもまず1本のヒットっていうのは欲しいんですよ、結果が欲しいんですよ ね、 ね、実は昨日ノーヒット、はい、まあ他のバッターがみんなその開幕してヒットを放すのに自分だけ乗り遅れて東京ドームに来るときに車の道順変えたそうですね。いやみんなやるんですね。いやそれはありますよ、ですが昨日なんかもう典型的な選手が吉野部ですよね、高橋が最初のポテンヒット、適切ヒットがね、はいはい、結局3本につながっていくわけですから。今日の清原に対しては川尻は結局内角を、山本さんにおっしゃる内角を意識させながら最後は外のスライダーですよね、そうですよね。これ開幕からこういった状態続きますと長引く恐れがあるんですよ。そうなんですか。ということは早めに清原らしさって、らしさというのはやはり右に持っていくバッティングって一流ですからね、はい、これを一本でもやることなんですよね。このピッチャーにはそのバッティングが一番必要なバッティングなわけですから、そこに気持ちがいくかどうかでしょうね。しかしあくまでもこの川尻の投球は低め低め、めったなことでは膝より上は来ません。でもボールの見極めっていうのはね、右方向へ気持ちがありますと、はい、完全に見えるんですよ。そうですか、はい、ボールとして見送れるんですよ。強引にレフトスタンドの気持ちがあればボールでさえも手を出やすくなりますよね。アウトサイド高めボール、今の投球でも126キロです。速いボールですよ川尻にとっては。今のもおそらく、ね、今日は、ね、スライダーがあったと思うんですよ。タイミング遅れてますもんね。あ、そうですか、低めボール 2-3。巨人がまだこの川尻に対して三塁を踏んでいません。今なんとなくこの宇宙間スタンドへという意識のタイミングにはなってきてますよね、少しね。でこの 2-3 になると気持ちが変わるんですよ、カウントと同時に。やっぱり引っ張っていく可能性もあるんでしょうか。ファウルボールですね、変わってますね、はい、これは面白いんですよ、バッター心理っていうのは。それだけ精神的なものっていうのはすごく大きく左右されますんでね、だから早く1本欲しいでしょうね。その1本欲しいという気持ちが今のファールになってますね、はい、ただそのあたりまた心理を見抜くのがこの川尻も実にうまいですね。いやそれでよかったらもうメジャーリーガーをね、完封できませんよ。そうですね、松井はスタートですが判定ボール、フォアボール。清原が一塁に歩きました。いや本当はね、清原はね、フォアボール欲しくなかったはずなんですよ。それよりもどちらかしら、どんな形でも行ってほしかったんでしょうね、はい、ヒットというか、振りたかったはずですね本当は、全然フォアボールってこういう状況の中では嬉しくないですもんね。と思いますね。そして高橋です。まあ元木がこの高橋を称していつも美味しいところを持っていくとそういうことで話をしていましたが、この場面はどうでしょうか。ランナーアウト、ランナー二塁一塁、おったスリーランホームラン、
飛び込んで跳ね返ってきました高橋の打球。まさに占領役者ですね、昨日と今日といい、ね、今のボールも少し抜いてるんですよね、完全なチェンジアップですよね、抜いてての、はい、まあ、甘いボールとはいえね、ここで待てるんですよね、ちょっと先ですよね、はい、これで完全に入ってますよ。そう、今これ観客が取りに行きましたか ね、 そうですね、取りに行きましたね。いや、スタンドは自由に超えてますよ、超えてますね、はい、それで取ろうとしてそのボールが跳ね返ったわけですね。あ、ただ昨日の笑顔とやはり得点差が6点、高橋の笑顔は違います。初球さすがに狙ってきた本木、ですからチェンジアップというのは紙一重なんですよ。これは得点差がないとあのチェンジアップってなかなか使えないですから、昨日今日と高橋が2連発、どういう精神状態の持ち主なのか高橋というのは本当に分かりませんね。しかしね、やはり何て言いますかね、ステップをして、はい、例えばボールであろうと、打つ時であろうと同じ形なんですよね、崩れませんよね、崩れないんですよね、これが素晴らしいですよね。本木は打ち上げました、2アウト。この試合の模様は放送時間を延長してお送りいたします。この試合の模様は放送時間を延長してお送りいたします。もう一回見てみましょう。よくあそこでこうたまりますね。それでボールだったらあの形で見逃しますからね。ああやはり取りに行って落としてますね、まあ、ジャイアンツとしてはですね、明日もこのタイガース戦はあるわけですから、ここでのね、この川尻、1年間戦う川尻に対してもそれは大きいね、スリーランホームランですよね。バッターボックスが仁岡、昨日はセンターフライ、その後今日はセカンドゴロ、センターフライ、今日スタメンに起用されました仁岡。ピッチャーの足元、センター前ヒット、仁岡プロ入り初ヒット、嬉しい嬉しい、プロ入り初ヒットが出ました。仁岡センター前に持っていきました。まさにアンダースローのピッチャーを打つお手本のようなバッティング、うん、まさしくそうですね。それで彼がこれからね、ジャイアンツの一員としてショートのレギュラーポジションを守っていく中では、このヒットを忘れることできないでしょうね。あ、来ましたね、初アンダーの記念ボールです。そうですね、今の、あ、なるほど、あ、でも淡々としてるでしょ。そうですね、悔しいぐらい、この落ち着き方がね、この仁岡の特徴だと思いますよ。非常にどんな状況でも状況は判断を狂わずにね、自分のプレーをこなしていくという選手なんですよ。大学時代全日本のメンバーにも選ばれましたこの仁岡。小田が打って、ちょっとこれはバットの先っぽ、タイミングが外れています、レフトフライ。7回の裏、高橋のスリーランが飛び出して9対3です。